東京都で今日、新型コロナの感染者が新たに20人確認されました。先週の日曜日より2人減って、36日連続で50人を下回りました。重症者は9人で、昨日と変わりませんでした。また、死亡の報告はありませんでした。